第10回東宝 M1 グランプリミコミコスパーク。ミコミコスパークです。はい、お願いします。って、河川のお酒は大丈夫なの？うん、全然全然何にも感じないぜ。あ、そうかそうか、じゃあ頑張りましょう。うん、頑張っていこうぜ。まあでもね、今こんな世の中ですから。はいはい。ひょんなことでね、事件に巻き込まれてね、被害者ならまだいいですけど、ひょんなことから加害者になったりすることもあるじゃないですか。まあ何が起こるかわかりませんからね、最近は本当に。犯罪をつい犯してしまうとか。はいはいはい。私なんかほらもう、おかしそうじゃないですか。まあまあまあ。でもね、犯罪を犯したらね、はいはいはい、きっと裁判で死刑とかになるんですよ、多分。何をやったの？死刑になったら死刑執行されるわけですよ。そりゃそうでしょう。ただね、一つ心配なのが、そういう死刑判決を受けてね、死刑執行されるとき、私ちゃんとやれるかなーと思ってね。私ほら死刑判決とか受けたことないじゃん。当たり前でしょあんた。だからさ、死刑執行の練習をさせてもらえないかな。させるか。お前がその死刑執行の。させるわけないじゃん、そんなの見たことないでしょ。死刑執行の練習とか。ダメか。不謹慎でしょ。ねえ。じゃあ私すごくお金がないんですよ。仕事してないですからね。でね、将来的に私ホームレスになるんじゃないかと。可能性はゼロじゃない。でもホームレスになって怖いのが、ちょっと前にあったでしょ、ホームレス狩りって。あ、若者がね、ホームレスをボッコボコにするやつ。怖いね。ああいうの怖いじゃないですか。怖い怖い。だから私ホームレスになって若者からボコられる練習を一回した。させるかって。河川の酒が決まってんだろお前。決まってないよ、シラフだって。シラフかそれで。お前何も練習させないな。どういうこと？練習をさせないよ、そんな練習。普通漫才師さんは何々したいからお前やらせてくれって言ったら、ああいいよってやるもんだぜ。忍びねえな、構わんよって言うぜ。書くなよお前。人の入りを使えるもんですかそれ。なんでお前させないんだ。させないよ、そんなテーマで見たことないでしょそんな。じゃあ何だったらさせるんだ。いや、だいたいそんなんだったら、私ヒーローになりたいとか言ってヒーローの練習をさせてくれとか、そんなでしょ。私がヒーローになりたいとか思うわけないだろ。知らないわよヒーロー。まあまあ、お前の中では私はヒーローかもしれないけど。思ったことないわお前。何勝手に解釈してんのよ。練習させろ。どれか。いや、そんな死刑執行とか。死刑やらせろ、死刑。死刑執行のリアクションの練習なんか話広がらないでしょそんなの。なんだ広がる広がらないって。面白おかしく茶化せないでしょそんな死刑のリアクションを。お前死刑判決を面白おかしくしようと思ってたの？いや、そういうことじゃないですよ。お前死刑判決受けた人にもファンがいるんだぜ。まあそうですけども。失礼、謝れお前。誰に謝るのよ。鬼人戦車に謝れお前。だろうね。だと思ったよ。死刑囚になんで謝んないといけないの？もう分かった。確かにさっき言ったのはすごい後ろ向きなのが多かった。そうよ。死刑執行とか、ホームレスとか、テロリストになりたいとか。テロリスト聞いてねえよお前。え？テロリストは聞いてないよって。え？言ってなかったっけ？言ってないよ。あ、じゃあ練習させてくれ。させるわけないだろ。そんなもん私が許したってエンマ様が許さないよ。ダメか。もっと身近で前向きなのはないの？じゃあ新聞で読んだんだけど、幻想郷で送金詐欺が出てきたんだってね。振り込め詐欺ね。去年も被害額最高だとか。そうそうそう。だから私はそれを防ぐためにさ、時間あるときは毎日両替商の窓口に張り込みしようと思って。ああ、銀行にね。で、送金する人がいたら声をかけて、大丈夫かっていう、特にやっぱね、もう今そのお年寄りのおばあちゃんとかが被害に遭うことが多いじゃないですか。はいはい。おばあちゃんが被害に遭って悲しむのを見たくないので。ああ、立派ですね。じゃあちょっと一回練習しとこう。ああ、いいですよ。させるんだ。当たり前よ。どりゃいいことだもん。じゃあ霊夢が年配の方。はいはい。で、私が声をかけるから止めるのね。そうそう。ああ、早く100万を振り込まないと。振り込み用紙はどれかしら。時間がないわ。大丈夫かバラバラ。お前大丈夫かババア。マリさん、本当に決まっちゃったよ。ババアが騙されよったかババア。待ちなさいあんた。ババアがいよいよ騙されよったなババア。ちょっと待ちなさいってあんた。どうなってんだお前ババア。本当にババアはやめなさい。なんだババアはやめなさい。ババアだろ。だってお前は違う。あんた誰ね。ああ、あんた誰ね。ね、マリサだぜ。
誰ね。なんだババアお前。誰ねあんた。ババア、霧雨マリサ知らないのかババア。おめテレビないんだろうな、家にババアな。テレビはあるよあんた。ババアが。あんたが出てるのを見たことない。ババアが。お前バカにしてんのか。ババアはやめなさい。ババア、 GHK しか見てねえんだろうなババアな。ババアはやめなさい。失礼、失礼でしょうが。何が。あんたね。何が。年上の人に失礼でしょうが、目上の人でしょ。ババア、いくつだお前。あたしゃ78よ今年で。あ、私一個上だわ。嘘をつきなさい。それで79ならあんた奇跡の79よ。よく言われるわ。あんた戦争を知らんでしょうが。知ってるぜ知ってるぜ。疎開をしたことないでしょうが。私昔のあだ名が真珠湾だったからな。だから私戦争を。ババア何笑ってんだババアが。ババアはやめなさい。なんだババア。私は今すぐ100万を送金せにゃならんの。なんで。誰に振り込むんだババア。お前それ孫が事故を起こしてね。ああ出入り師さんがすぐ100万を送金しろと。はいババアだねお前。ババアはやめなさい。そういうとこ思ったよりババアやってない。思ったよりババアはやめなさい。ババア、それ騙されてんじゃねえのかババア。なんでよ、送金もう急がないと。ババア、孫に確認したんかババア。してないよまだ。今ほらババア、お前。クソババアはやめなさい。確認してないだろうが。確認してないから急いでるの。確認せえババア。孫にね。ああ姉ちゃんにね。ああ名前知らねえよババア。本当に電話貸してみ。どれだ、これか。それよレイちゃん。これな、確認してやるから私が。ああ、もしも。もしも、お前ババアの孫か。ババアの孫はやめなさいね。孫はだいたいババアの孫ね。全国的にそうでしょ。わかんないって言ってるぞ。ね。ババア、お前名前なんだババア。あたしゃ霊夢っていうの。あ？幽霊の霊に夢って書いて霊夢。霊夢な。うんうん。言ったらわかる。うん、わかった。ババアの孫かお前。なんで名前聞いたのあんた。字まで聞いた。お前事故ったのかババア。あ、お前ババアじゃねえわ。ババアはこっち。事故ったんか。あ？事故ってない。ほら事故ってないって言ってるだろうが。本当？レイちゃん。事故してないって言ってる。そうだろ。事故してないな。そうだな。あ、危なかった。ああ、わかったわかった。お前んとこのババアが騙されるとこだったんだ今。ああ、わかった。切るぞ。もう切っていいか。うん、切っていい切っていい。いいか、切るぞ。切り方がおかしいでしょうがあんた。ほら、ババアが。ババア、危なかったね。ああ、もう手が震える。振り込め詐欺ってんだぜ、ババア。振り込め詐欺。そう。ババア、よかったね。ああ、よかった。ババア、私がいなかったら100万なくなってたな。なくなってた。ババア、私のおかげで助かったからね。ババア、助かった。ババア、本当に私のおかげで助かったもんね。ババア、ババア、全然ありがとうって言わないじゃん。ババア。ババア、動揺してんのに。ババア、自分で言ってんじゃねえか、ババア。ありがとう。ありがとう。ありがとう、そう。ありがとう。ババア、嬉しいって言え。ババア、嬉しい。なんでババアって言わせるのあんた。お前私のおかげ感謝してんのか。うん、今は感謝してる。感謝してる。うん、じゃあ、うん、私の口座に100万振り込んでくれるかな。あんたも詐欺か。いい加減にしなさい。ありがとうございました。皆さん、グッドボタン、チャンネル登録